明治40年の大水害により被災した甲府市、緑町の山上。明治40年の大水害は、1907年に山梨県で発生した水害である。山梨県では、甲府盆地の東西に笛吹川、鎌梨川の二大河川が南流し、盆地南部で合流して富士川となる。この三河川や、それに合流する、支流河川により古来から、 水害の多発していた地域で、中世後期から、近世諸島には、震源低や南アルプス市の五直市川地水、笛吹川では、万力低、地高図低に代表される、大規模な治水工事が継続されていた。洪水は、大雨などの気象条件以外に、山林の荒廃などによる、社会的条件によっても発生しやすくなるが、山間部である、山梨県では、 林業などの山稼ぎや肥料、燃料となる草木採取が盛んで、江戸時代には山林は共同利用地である小物なり地として入会観光により管理されていた。一方、江戸後期には、海の国では養蚕が普及し、笛吹川とその支流が流れる、盆地東部の海東地方では車検用の木材需要が高まった。藤村史郎1873年に、 山梨県令、藤村四郎が着任すると、藤村は、食産工業政策として、製紙業を奨励した。藤村県政の食産工業政策により、蒸気機関の燃料に木材が必要とされたため、山梨県では、山林の荒廃が加速した。早川文太郎、須田宇宙、山梨県水害市、山梨県土木部100年の歩みによれば、 明治初年から1887年頃までの藤村県政期には水害が多発しており、1882年、1885年の水害では多大な被害を引き起こしている。相次ぐ水害の復旧費は7割が政府負担、1割弱が地方税による負担であったが、慢性的な水害の多発により、山梨県の経済、県財政は疲弊し、 山梨県では政府に、たびたび国庫補助金の増額を願い出ている。山梨県水害市、山梨県土木部100年の歩みによれば、1882年の水害は、同年9月29日から3日間降り続けた豪雨により発生し、塩川、釜梨川で被害が著しく、笛吹川流域は、比較的軽微であったが、犠牲者6名を出した。また、 1885年の水害も、釜梨川流域で多大な被害を及ぼし、犠牲者29名を出した。ローエンホルストムルデル1883年には、オランダ人技術者、ローエンホルストムルデルが、山梨県におけいて、現地調査を行い、ムルデルの調査は、本格的な藤川直轄回収が着手されるなど、県の治水事業の契機にもなった。 ムルデルは1879年に政府から招かれて来日し、新潟港や東京港の調査、埼玉県の見沼大用水の改良、利根川の運河開発などに携わっている。ムルデルは山梨県に来訪すると、桂川流域の河市崩壊や北駒郡の大竹川の大崩壊の原因を考察し、森林の伐採や大竹川においては、石灰の過剰採石、 斜面の改作などの書店を水害対発の原因と判断している。なお、ムルデルは、藤村県政の食産工業政策との関わりには、言及していない点が指摘される。ムルデルは日本において、水害対策のみならず、水運を目的とした、河川改修の指導のため来日していたが、政府の鉄道を重視した、交通政策の変更や、大倉京。 松方正義の主導した松方財政の影響により財政政策は緊縮財政へと転換される。1880年には大上官二つ第48号により国庫化渡し金が廃止された。これにより山梨県財政も打撃を受け、1882年12月の山梨県会では国庫化渡し金制度の復活を求めて 内務教へ権議を行う。政府は山梨県の要求額7万円余りに対して2万7千円の補助を認めた。なお、同年にも多大な被害を出した明治15年水害が発生している。1885年の水害でも同様に山梨県では政府に上申書を提出し国庫補助を求めている。こうした山梨県財政の切迫により、 山梨県では水害対策のため根本的な河川改修の必要性は認識されていたものの相次ぐ水害の復旧工事で県財政は手一杯な状態であり改修事業は進展してなかった。また、治水の方針をめぐっても交通政策において水運を重視する政府が推進する西洋式工法による底水工事と山梨県側が 洪水防止のために望む高水工事との間で対立が生じていた。この間も1885年、1889年、1892年、1896年、1898年など、大規模な水害はたびたび発生し、水害復旧は山梨県の慢性的な懸案事項となっていた。明治初年から明治20年代に水害が多発した。 山梨県では、明治20年代から明治30年代にも引き続き、大水害が多発し、特に1889年、1892年、1896年、1898年の水害などは多大な被害を及ぼした。明治40年の大水害は、1907年8月21日夜半から8月26日に、かけた台風の影響による、 記録的大雨に発生した。水害の様子は、同年8月23日から10月10日まで、被災地を視察した、警察官、も月笠きかさぶろうの巡視日記である、明治40年8月山梨県下、水害地巡視日記に衝述されている。巡視日記によれば、山梨県では8月22日から8月28日まで、大雨が降り続けたという。 降水量は、甲府で3 1 5 4ト、mm、ル、大月で7 2 8ト、mm、ル、山中湖で6 4 3ト、mm、ル、南部で4 6 9 2メートル、梶ざ沢で3 0 5ト、mm、ル。この大雨により河川は、乱流し、土砂崩れや、堤防の決壊、橋脚の破壊などを引き起こし、家屋の前半壊や、集落の孤立、高地の流出や埋没、 交通の寸断など、甲府盆地東部の海東地方を中心に、多大な被害を出した。死者は233人、流出家屋5757戸、埋没や流出した宅地や電磁650ヘクタール、山崩れ3353箇所、堤防の決壊、破損距離約140キロメートル、道路の流出や埋没、破損距離約500キロメートル、倒壊した。 電柱393箇所とされる。山梨県の近代における最大規模の自然災害となった。また、1910年にも大規模な水害が発生している。巡視日記被災地や避難所の様子の他行政の救援、医療体制、水害要因の考察などが記されている。巡視日記では、東山梨郡新金村における山体崩壊や、 東山梨郡加納岩村における、村落間の暴動など水害をめぐる状況を記して、おり、重川流域における被害に関しては鉄道による、石材の輸出で山林が荒廃し、山体崩壊を招いたとする、地元住民の見解を記している。また、東山梨郡一宮村では明治維新後に、 古来からの堤防が破壊されたことが水害を及ぼしたとする住民の意識を記している。さらに、巡視日記では、竹林の重要性なども考察している。巡視日記は、県庁官が災害時においても教育を重視して、訓示を行っていることや、ご親営を避難させた逸話など、同時代の社会状況を示す資料としても、注目されている。 明治40年の大水害は、群内地方においても、大きな被害を出し、作家、山本周五郎は、幼少期に、北鶴郡初刈村に居住しており、一家は被災して一家は、東京府北豊島郡王次町豊島に転居している。笛吹市教育委員会には、米北、アスヤル、フナクルヒルコスと牧所された掛け軸が所蔵されている。掛け軸は、 後年に熟装されたもので、西山梨郡幸雲村において笛吹川を河境する幸雲橋のたもとに所在していた幸雲亭の主人が記したもので、山梨県知事、武田千代三郎による印がある。これは大水害当時の山梨県知事である武田千代三郎が水害後の人頭式において記したもので、武田が後年に記した。 明治40年大水害実機によれば、大水害前に、武田は、川口湖で開催されていた、水泳大会に出席するため、三坂峠を越える途上で大雨に遭遇し、予定を変更して、甲府の県庁へ帰還する途中であったという。武田は8月26日右国には、救援物資と共に被災した伊沢へ到着し、 物資の到着を知らせるため民家の障子に文字を対処し、炎で照らして町民に知らせたという。幸運亭の主人はこれを見て、同様に、米北を知るし、今日に伝わっている。オンシリ林歌詞を記念して1922年に、甲府城跡に建てられた、シャオニヒ甲府城跡のオンシリ林記念感動時代の、ムルデルラをはじめ、多発する水害の原因には、 山林荒廃が指摘されているが、現代ではこれに加えて、問題の背景には、ご両輪問題があると考えられている。海の国では、江戸時代まで山林では、林業が行われているほか、肥料、燃料としての林産資源を採取していた。山林の林産資源は、村落が共同で管理し、幕府に税としての小物なりを納入していた。 近代には1881年に林野の地租改正が実施され、山林の大半は勧誘地に区分された。合わせて勧誘山林原約先払い下げ上規が定められ、山林の利用は許可制となった。政府は当初、原の開拓による物産増収を図るため9個ものなり地の払い下げを方針とし、山梨県でも県令藤村は3次 富岡高明と共に、県北西部にあたる北駒の日野原開拓など、林野や原野を勧誘地として開拓し、払い下げを行う政策を行っていた。1881年には、政府の方針が転換し、払い下げは差し止められ林野間民有区分が実施され、県林野の7割にあたる35万丁部の旧小物なり地は、監修された。 さらに1889年には、皇室御領に編入され、入会観光が制限された。これらのリニア政策により、山梨県民の間では、入会観光との衝突や否定に至る不安が生じ、リニアの乱抜や討伐、放火や失火などが多発し、水害の要因となる、三輪交配を推し進めていたことが指摘される。明治40年水害を契機に、 県では三大河川の治水工事に国庫負担を求めているが、この頃には政府の方針も底水工事から洪水防止を重視した高水工事に転換しており、淀川や筑後川などでは国による直轄工事としての高水工事が実施されており、山梨県でも国庫補助による改修工事が開始された。水害の背景にあるご両林の荒廃も認識され、 1911年3月11日の五沙田署では五料林29万8000部が県に貸しされ恩師県有財産として県が管理することになった。翌1912年3月末から同年4月には皇太子、義人新王の山梨県行刑が行われている。1917年には甲府城跡に社恩碑が建設される。 明治40年水害をはじめ多発した水害の財政的疲弊は、大正期の県政にも影響を及ぼし、財政緊縮により、産業や交通政策、顕在化していた地方病への対策など、県の新規事業も制約を受けることになった。1907年8月23日の大水害後には理災者の北海道への団体移住が計画された。 北海道への団体移住の動きは、水害発生直後から起こり、巡視日記9月4日上では、高知の乏しい山間部の村落である、黒駒村においては、村の有志が、水害からの復旧が困難であることから、北海道への移住が必要であると説いていたと、記されており、著者の持月自身もこれに同意する意見を添えている。また、巡視日記9月13日上では、 平野部の村落である上、曽根村においても、他地域への移住を望む声があったと記している。こうした動きを受けて、山梨日日新聞8月29日の紙面では、李サ民の移住と題して、1889年の、戸津川大水害において、奈良県吉野郡戸津川村から北海道、石狩国か場と郡特区原野へ600個2489名が、 団体移住した事例を引きつつ、山梨県から北海道への団体移住を具体的に提言する論説を掲載している。これに対して、山梨県農会では韓国への集団移住を提言したとされ、山梨日日新聞は9月8日、9月10日の紙面では、朝鮮と北海道において、これを批判している。山梨県農会の主張については8月31日に、 山梨県農会よりの大水害前後策に不報告書が出されて水害の前後策が示されているが養蚕復興に関する方策のみで韓国移住については触れられていないことが指摘され2008年時点で山梨県農会の韓国移住策については確認されていないなお1910年8月29日に 韓国併合により、大韓帝国は大日本帝国に併合される。水害後の他地域への団体移住は、人口の分割という点が重視されており、理災民の救済のみならず、理災後の山梨の復興も目的とした人口排出の手段である点が指摘される。明治新政府では1869年7月に開拓市を設置し、同年8月に江戸地を 北海道と改め政府指導の開発を実施していた。これにより、北海道への団体移住が促進され、山梨県では1893年に、北駒郡、笹尾村を主体とする住民が、上川地区高須村への移住を行っている。1909年10月の、植民候補51では1899年から1908年の、 北海道への不遍別居住者数が記載されており、大水害以前に山梨県から北海道への居住者は1,104個4,140人がいるが、これは東北北陸諸県に比較して少ない規模であることが指摘されている。こうした団体移住の方策は県においても認識され、9月8日の山梨県知事、武田千代三郎の国有では理災者の移住を考慮する。 声明を発している。県主導による団体移住の候補地が選定され、9月末には、岐阜の大脇清順が、北海道なぎさ野つげ弟子国風連原野を候補とした報告を行っている。両地域は離れており、なぎさ野は、オホーツク海に面した道東に位置しており、風連原野は、内陸部の道等に位置している。 くっちゃん町から望む陽亭山山梨県では1907年12月21日から1908年1月17日には県内21カ所の被災地で説明会を実施し居住者に対する補助などを説明した。明治43年3月には第一人が北海道へ渡るが移住先や移住補助金に関しては出発直前に発表された。 移住先に関しては、当初予定されていた渚義坂や、ゲニア、風連別ゲニアに移住予定者が現れたことや、同一地域に集中させる県の方式から変更され、同王の妖典山麓のイブリコクブタ群クッチャン村、ベンヘン村内の4地域が選定された。現在のクッチャン町、肝別町、京極町で各地に山梨村が誕生した。妖典山は移住者により、 甲府盆地から見える富士山にもせられ、江戸富士と呼ばれた。入江間一居住者への補助は1年分の食料費、家財道具などに関して1個あたり200円となり、希望者685個に対して15万円の財源が必要とされた。県では全額負担が難しいことから、第一陣の移住が実施された、明治41年3月に8万円分を、 国庫補助することを決定し、同時に給付は、困窮度の高い300個余りを選定して行い、不足分は、義援金として募集し、残る380個余りの移住と補助金の給付は、翌年度に実施する方策を実施した。明治41年の移住では、国庫補助8万円のうち5万7千円が、山梨県事務官、入江寛一に託され、移住者に対して使用された。 移住は1908年1909年にかけて4時に渡り実施され、1911年には前年に水害が発生したため5じ目の移住が実施された。計650個3130人余りの住民が移住を果たした。冷涼な気候への不適応から移住者の多くは離農し、1920年代には、 第一次世界大戦後の反動不況を受け、移住者の結束を図るため娯楽として、山梨歌舞伎の工業などが行われたが、移住者の多くは離村し、現在では、移住地は現野に還元しつつあり、移住者の子孫も少なく、地名などに、わずかな痕跡を残している。戦後には1965年に、山梨県知事の天野久氏が、肝別町の、 第5次居住者子孫に遺問状を送っている。遺問状は、肝別町の居住者子孫宅に所蔵されており、所管は、天野久志の他交付商工会議所回答の名取、忠彦、山梨日日新聞社社長の野口二郎ら当時の山梨県政財界の重鎮から送られている。豊浦町新山梨では、1959年9月に、新山梨小学校、 新山梨神社近くに新山梨開拓碑が建てられているほか、新山梨小学校敷地内には開拓10周年記念碑がある。新山梨小学校は1910年に新山梨特別教授場として開校され、昭和34年は開校50周年にあたる。現在は閉校となっている。 松崎天民笛吹市伊沢町支部に所在する日蓮宗寺院の炎明寺では文営十一年に宗祖である日蓮が海における巡教の最中に伊沢において鵜海両沖菜の亡霊を再度したとする伝承がありこれが江戸時代伊沢鵜海の由来として広まる炎明寺ではこの伝承によりかわせ書きの根本道場となり明治四十年の大水害では 水難応死者についても、異例法要を行っている。1912年3月には、朝日新聞社記者の松崎天民が、山梨県を訪れ、水害被害の実情を観察した。松崎は、水害被害のみならず、山梨県の風土、文化を含めた、公衆人論を、東京朝日新聞に連載し、1912年には、公衆県分岐として刊行した。 新国公使館一等書記官を務めていた安倍守太郎の要望に応じて、新国政府は60万国の米を援助することにした。有泉貞夫、尾、植産工業、山梨県出資編後近代一、ピアニッシ三34から43、岩見、ピアニッシ百162から163、岩見、ピアニッシ百165から166、岩見。 P163 岩見。P163 岩見。P165 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 岩見。P166 岩見。ピアニッシモ。166から167岩見。P167 岩見。P167 から168岩見。P381。米北。明日やる明治四十年の大水害から百年。岩見。 ピアニッシモ、382から383、米北、明日夜明治40年の大水害から100年、岩見、P384 から385、岩見、ピアニッシモ、382から383、岩見、P384 岩見、P384、極拳、山本周五郎の世界、 米えた、明日やる明治四十年の大水害から百年。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 米えた、明日やる明治四十年の大水害から百年,年,年。山梨の森と人、人マイナス百年の歩み。山梨の森と人、人マイナス百年の歩み。 おば p 四十七ばた、p 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 四十八ばた、p 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 四十八山田 p 二十五山田 p 二十五まだ、p 五十三ばた、p 四十八ばた、p 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 四十八ばた、 P48 八尾た、P52 二尾た、P49 九尾た、P52 二尾た、P56、秋田茂雄、炎苗字の川瀬垣、開示ナンバー41、P25、秋田茂雄、炎苗字の川瀬垣、開示ナンバー41、P25 杉本杉本、助誠。炎与前。中国北京、中国文史出版社。 P281 ISBN 9兆7875億348万3844ありがとうございます。